はい、どうもこちゃん、こんにちは。こんにちは、こんばんは、出番ないです。もうすぐこんばんはですね。時間は、はい、今日は10月28日ですか。はい、28日の5時17時25分です。はい、夕方です。もうね、あれですわ、日が落ちるのも早くなってきて、5時半でだいぶ暗いです。はい、だいぶ暗いです。はい、うん、今日はですね、はい、先日購入してきました、こちら、ズン仮面ライダーガブデラックスレジェンドライダーゴチゾー02を紹介したいと思います。そういえばこっちゃん、今持ってるゴチゾーどこ行った？今持ってるゴチゾーは、うん、どこある？あ、その中入れてる。はい、この中、あ、この前のお楽しみセットの袋ですね。この中に、仮面ライダーガブベルトをもうすぐ購入予定なんですが、まあ、お誕生日で買ってもらう予定なんですが、それに、あ、もう買って実は買って置いてありますが、当日まで開けませんのでね。はい、これですね、仮面ライダーガブの変身アイテム、これのセットの続きですね。はい、こちらは002ということで、ディケイド、ディケイドゴチゾウ、ビルドゴチゾウ、ジオゴチゾウの3種類が入っています。そしてこちらはキッキングミゴチゾウと、はい、ライドケミトルカ。あ、これいいやん、キッキングミ。これ、うん、キッキングミって一番スタンダード基本のやつ。パンチングミ、パンチングミ、一番普通のやつやんな。はい、おー、これをね、開封したいと思います。いいですか。あ、これ出てきたな、この前、今回、昨日、一昨日のやつ、昨日のやつ、グルキャン。グルキャン、これ強かったね。なあ、いろいろありますが、はい、じゃあまずこっちから行きましょうか。はい、はい、早速開けたいと思います。これは、え、シナモンみたいな、お前な。はい、じゃあまず一番上のこのディケイドから行きます。はい、出して、ドゥルルルルルル、ブン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 、ええな。ディケイドやな。ブン、はい、ディケイド、ディケイドゴチゾー、よし、ウェン。コタロさんの方にピントがあってます。ウェン、ほんまにレジェンドに似てるな、カメラが。うん、続きましていきます。カメラがレジェンドにそっくり。あー、な、パクってるな。はい、続きまして、ビルドゴチゾウ、いきます。はい、ブルル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 ルビルドって、仮面ライダービルドって書いてある。このタイプやな。うん、この横開きタイプやな。で、次が、あ、次も横開きっぽいな。ジオの方もな。はい、行きます、ジオ。ズン、仮面ライダー、ち、仮面ライダージオっていう可愛らしい字体で書いてある。行きます、ウェーン。2018って書いてある。ほら、見て。ほんまや。いや、え、この横開きが2つなんやな。こっちは変な顔した今な。はい、こんな感じですね。あれやないな、うん、嘘あくびやな。嘘あくびやな。仮面ライダービルド、仮面ライダージオ、そして、え、どこ行った、これ、仮面ライダー DK、 DDDDK だよな。わー、ということで、この3パターンがね、小太郎さんのごちそうコレクションに仲間入りをしました。続きまして、はい、続きまして、こちら、リリン、パンチングミ、パンチングミ&ライドケミトレカー、あの交代タッチのやつ、これ。交代タッチ。
え、これってついてへんの普通に、ガブベルト買ったら買ったらとか、付属してへんのついてるやんな、じゃあ2個なるんか。あ、ポッピングミ、ポッピングミとパンチングミ違うんや。あ、詳しいな、さすがやな。パンチはこれ、うん、あ、キッキンもあるの。パンチン、キッキン、ホッピン、チョッピンもあるの。チョッピンもこれから出てくるのかな。出るかもしれんな。でも最近チョップっていう技はあんまりないな。ないな。なあ、昔ライダーチョップとかあったけどな、今流行らんな、チョップな。チョップってあんまり流行らんの。流行らんな。なんかあんまり強そうなイメージないもんな。パンチとか効くのが強いもんな。でもチョップとかな、あれやんか、空手家の人たちな、もうここをこう鍛えまくってカチカチにしてバーンってな、いるから結構強い技だと思うんだけどな。まああんまり理解されてない。はい、いきます。はい、デデンデン。あ、これいいやん。だっけ、ポッ、え、パンチングミ、パンチングミ、わあ、これいい、これいい。これどっかで見たな。どれやったっけ。どれやった、これが、これや、これ、これや、あ、このシリーズやな。いいじゃん。で、これがライド系ミトリカ。これはここやな。ガッチャードからガブエみたいな。ここやな。うん。お、後ろ見て、ほら、あ、これやってみる、うん、ガチャードファイルやってみる。読むかな。スキャン、スキャン、こうか。読めへんわ、読めへんわ、こっちは残念ながら読めへんわ、読めへん、読めへんな。暗いかな、もしかして。ちょっと待ってな。明るくしちゃいけるかも。ん、あ、すげえ、成功。おし、来た来た。おお、来た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 。あれ、カード、さっきのやつどれ。ほとんど持ってへんな、こっちゃん。あんま集めてへんかったもんな、これ。どこ、あた、ちゃう、んちゃうな。ほとんど持ってへんな。ほとんど持ってへんな。あんまり集めへんかったな、これな。出てこうへんな、出てこうへんな。めっちゃあるやん。ちょっと待って、カード分からへんわと思ったら、これ、あ、これか。え、ちゃ、え、これか、これちゃうな、違うな、ちゃうな、ちゃうな。出てこうへんわと思った。もう一回やってみよう、スキャン。やった。え、だってどっか行ってもだもん。登録済みだぞ。どこ行った。分かれへん、分かれへんと思うな。検索でんじゃん、カード検索、これなんやろう。おもちゃ付属？あ、これか？これや。これです。これですな。よし、当たった。ちゃんと登録されてました。これやったら、うん、
ガフとガッチャだどっち出てくるんだろうな。何よ。ライバこれなんかゲームで遊べるの。これで終わりじゃないの。なんかゲームで遊べるのこれって。多分違うな。何が。これはこれで終わりっぽいな。おそうやで。だからな、あれやねん、なんかあんま集める気せへんから、ね、これがな、レジェンズとかでゲームで使えたらええねんけどな、使われへんからな、なんか遊び見ちゃったらええのにな。遊べるライダーが増えたぞとかなるのに、ね、あ、このゲームで遊べんの。うん、これで遊べんの。バトル分からん、俺このアプリの遊び方分からへん。バトル丸ガムが現れたぞ。丸ガムっておったな。おらんな。おらんか。そっか、残念やな。はい、次寝てるわ、ここで。はい、以上ですか、猫ちゃん。はい、後ろがこうね、うん、ガブな顔になった。ほんまな、後ろのこのカードの後ろ面がガブの顔ですな。よかったね、またこれで直しといてな。はい、じゃあ以上ですかね。どれが一番良かった今日は。これえ、あ、ジオ、ジオ好きやもんな。これ面白い、仮面ライダーガッチャードってこう面白い時代で書いてある。え、さっきのポッピングミ、これはパンチングミか。パンチングミこれ可愛いよな。これもジオーって書いてある。うん、ジオーって可愛い時代で書いてある。これやねんな、バルカンって書いてへん。うん、これな、うん、書いてへんな。ディケイドも書いてへんのじゃん。あ、ディケイド書いてるわ。これもここに仮面ライダーディケイドって書いてあるのにな。バルカンの書いて、2号ライダーやからもしかして。ギーツもそうやで。あ、ギーツも書いてへん。あ、ほんまや。なんか、なんでやろな、なんかあんのかな。はい、ビルドはここに、うん、ビルドって書いてある。ビルドって書いてあるな。ベルトワークの楽しみですね。うん、一応小田さん誕生日11月1日です。その日にベルトを開封して、その時にねこれいろいろ遊んで入れて遊んでみたいと思いますんで、その時また紹介したいと思います。次の金曜日、次の金曜日がもうすぐやな。はい、カミングスーンですな。はい、はい、というわけでこちゃん、今日は、こちら、仮面ライダーガブ、ガブデラックスレジェンドライダーご自動セット02デラックスパンチングミ、パンチングミご自動ライドケミトレカを開封して遊びましたという話でした。と、あの誕生日のお知らせです。それは、はい、わかりました、お知らせでした。じゃろじゃろー、決まった。勝利の法則は決まった。今忘れたな、一瞬忘れたな